トラックのフロントガラスに装着されたドライブレコーダードライブレコーダーとは車載型の映像記録装置。英語ではダッシュカムと呼ばれる。日本ではしばしばドラレコと略される。主に自動車事故発生時の映像など状況記録を目的に設置される。運転安全指導に役立てる利用方法もある。後付けされる機種が主流である。フロントガラスやダッシュボードに取り付けた ビデオカメラで車外、または車内外の状況を記録する。加えて音声や加速度、GPS に基づいた現在位置などを合わせて記録でき、さらに業務車両用にはブレーキペダル踏み込み信号を記録できる機種もある。同様の自動車事故発生時目的の車載装置としてイベントデータレコーダーがあるが映像ではなくアクセルペダルやブレーキペダルの踏み込み量といった 車両制御情報の記録を目的とし、自動車メーカーが自ら標準装備品として製造時に組み込む。また、運転業務管理用車載装置としてデジタルタコグラフがあり、ドライブレコーダーと同様に映像など状況記録可能な機種も、あ、り、自己記録に役立つ場合がある。ドライブレコーダーを装着しているタクシー前後にカメラの ドライブレコーダーの液晶画面タクシーや運輸業などでは交通事故の瞬間に何が起きたのかを事故に客観的に把握できる形で記録する装置は日本において21世紀初頭頃まではせいぜいタコグラフしかなかったが2003年頃に小型の映像記録型ドライブレコーダーが実用化されたことで状況が変化した。 当初から業務用車両を主体に搭載されており、自己頻度の高いタクシー、次にバストラックなど事業用自動車、最後に自家用自動車の順番で普及が進んだ。交通事故防止を目指した自社教育、啓発のために利用されており、交通事故を装った詐欺などの保険金詐欺等の犯罪的発や事故と詐欺の明確化、不審者などの情報提供など、犯罪抑止効果もある。 2018年に発生した新潟省に女児殺害事件では市民が警察に提供したドライブレコーダーの映像が決め手となり犯人が逮捕されている。国土交通省が普及を目指しており導入を推進しているが普及は業務用車両以外には遅滞しており、同省調べによる2008年3月時点の普及率はタクシー49% 乗用車0.1%となっている。当初は導入価格が一式当たり5万円を超えていたが2006年複数企業が市場の拡大を予測して参入。これにより実製の価格は市場論理で寝ごろ感のある価格に移行しつつある。また導入したタクシー会社や運送会社では導入以前よりも自己率低下の傾向が挙げられている。これは 事故を起こさずとも、規定の設定の加速度が、車体にかかるケースにおいても、事故の際と同様に映像等とが記録される、ことによって、運転手が、客観的に自分の運転の危険性を認識することができることに対する、乗務員の心理作用が影響し、不適切な運転動作の抑止効果があるとの説がある。事故操作においても、2000年代後半以降は、証拠として、 ドライブレコーダーの映像を扱うケースが増えており、警察庁によると、事故状況に争いがある場合、ドライブレコーダーの映像の提出を任意で求めたり、差し押さえたりすることがあるとしている。また、事件捜査にも扱われている。2000年代後半において、映像記録型ドライブレコーダーは、技術的には過渡期の段階であるため、規格や機能が、 各社商品によってバラバラとなっている現状であり、このバラつきが普及率の妨げとなっている部分があるため、国交省は企画の統一化に向けて取り組みを行っている。2009年、自動車保険におけるドライブレコーダー優遇措置が2011年から2012年頃の実施を目指して検討されているという一部報道があったが、2017年現在実施はされていないが、 損害保険会社は事故の過失割合を算定するために映像の提出を求められる場合がある。市場規模についても2008年は前年比65%増と大幅増加したことから2014年には85万台296億円に拡大するものと予測されていたが2010年代後半の出荷台数は300万台を記録している。 2016年1月15日に発生した軽井沢スキーバス転落事故をきっかけとして3月貸し切りバスへのドライブレコーダーの設置が国土交通省により義務化されたドライブレコーダーの設置義務化は初のことであったこの他にも事故や事件でドライブレコーダーの映像が報道で取り上げられるたびに世間の注目が集まり自家用車に設置する機運が高まって 幾度か、売れ行きを伸ばしている。2012年4月12日の京都議ン系ワゴン車、暴走事故の記録映像は、それまで商用車での利用が主であった、ドライブレコーダーの認知度を高めるきっかけになり、一時的に、売り上げが伸びた。2013年2月15日に、ロシアで起こった、チェリャビンスク州の隕石落下は日本でも話題になり、売り上げに影響した。 2017年6月5日に発生した透明高速夫婦死亡事故の際には煽り運転対策の意識が高まるなどして需要が急増し2018年度上半期のドライブレコーダーの売り上げが例年の2倍以上に伸びたこの影響で2018年10月には一部のメーカーで供給が間に合わなくなり売り切れが続出したまた 2019年8月10日に発生した常磐自動車道での煽り運転事件の際にもドライブレコーダーやスマートフォンのアプリ、ステッカーの売り上げや需要が急増した。中国語では車載用の映像記録型ドライブレコーダーを波行者記録機と呼ばれる。中華民国では交通マナーの悪さや交通事情の激しさを背景とした交通事故リスクの高さに対する自衛意識と 機器の低価格、高性能化といった技術進歩を背景として、2011年頃からドライブレコーダーの普及が急激に進んだ。2012年には年間で40万台のドライブレコーダーが売れたと言われ、刑事、民事事件の証拠として活用される例も多くなった。台北市では全ての自動車に導入されているのではないかという見解もある。 2015年2月4日のトランスアジア航空235便墜落事故では墜落寸前の ATR72 旅客機の瞬間を自動車につけたドライブレコーダーに記録された映像が報道機関に使われたり YouTube に公開されている大韓民国では車載用の映像記録型ドライブレコーダーのことをブラックボックスと呼んでいる韓国ではドライブレコーダーは ハイテク製品というイメージで受け取られており、タクシーへの導入や自動車保険における優遇措置、低価格化などを背景に普及が進んだ。2011年には前年比2倍の13万台、2012年には台湾と同等の年間で40万台が売れたとされ、2013年時点で200以上のメーカーが市場に参入し、予想される市場は年間で約50万台。 1500億本まで成長するという見積もりもある。メディアを再生する2013年チェリャビンスク州の隕石落下を捉えたドライブレコーダーの映像ロシア連邦は人口当たりの交通事故死リスクが世界的に見て高く、また交通違反を取り締まる警察官への不信感が根強く、広大な国土に加え、職務怠慢な警察や汚職が横行し、衝突事故で、 目撃証言が有利に働くことがない法制度から、車載用デジタルビデオレコーダーは必需品として普及している。ロシアは世界で最もドライブレコーダーが売れている国家の一つとも言われ、2012年におけるドライブレコーダーの売り上げは130万から150万台という推定がある。こうした状況を背景に、2013年のチェリアビンスク、 州の隕石落下では、市街地の上空を引きながら通過していく隕石の様子を自動車に設置された多数のドライブレコーダーが撮影しており、一般市民による多様なアングルからの隕石落下の映像がニュースや動画共有サイトを通して世界中に公開された。前述のように、英語圏ではドライブレコーダーのことをダッシュカムと呼んでいる。イングランドでは、 詐欺目的の当たり合いへの対策として保険会社が自動車メーカーと提携してドライブレコーダーを搭載するサービスを提供しこれがきっかけでドライブレコーダーの普及が進んだドイツではドライブレコーダーの普及が国民のプライバシーを侵害することを懸念する声が高まりロシアやイギリスに比べてドライブレコーダーの普及が遅れたその後法律が緩和されると 運転時のトラブルを回避するための対策として普及が進んだ。開発の発端となったのは、半導体技術者、片瀬国弘が1994年8月3日に、交通事故で息子を失ったことである。事故の目撃者探しに時間がかかり、事故の記録映像があれば、何か変わったのかもしれないとの思いから、2001年より、開発を開始。 一秒間に5枚の静止画を組み合わせる方法で2002年に第1号機が完成。2006年には世界初のドライブレコーダー量産機、ウィットネスを株式会社ドライブカメラから発売した。まもなく東京のタクシー会社、ネリーマ交通が全社で採用。交通事故が70%減る効果があったという。同機種は日経 BP 技術賞コンシューマー IT 部門賞を 受賞した。2012年、京都、祇園で7人が犠牲になった暴走事故が起こり、全国的に広まるきっかけとなる。動画を記録する際のフレームレートによっては、交流電源を用いる LED 式交通信号機のフリッカーと同調してしまい、信号機の点灯色が記録されない場合がある。この現象が発生した場合、あたかも映像上では、信号機は青、 赤のすべてが消灯しているかのように録画されてしまう。日本の場合、一般的なビデオカメラのフレームレートは 30fps であることが多いため、商用電源周波数が 60hz の地域で、この現象が起こりやすい。また、放送方式に NTSC ではなく、パルやシコムを用いる国家、地域では 25fps が用いられるため、ドライブレコーダーの製造国によっては、 他の商用電源周波数を用いる地域でも起こりうる。その国家、地域の商用電源周波数と重ならない、フレームレートで撮影できる機種を用いれば、灯下が消滅しているかのように録画されてしまう、現象を回避できる。基本的にドライブレコーダーは前方に向けて取り付ける、ため、追突された場合の詳しい状況など、カメラの画角外で起きた出来事を記録できない場合がある。 対策として、後方に向けたカメラを追加するものや、側面も含む全集を記録できるタイプの機種もある。デジタル機器を用いた録画は、内容の改ざんが可能で、その痕跡も残りにくいため、裁判において、証拠として採用されない可能性もあり、かつては、証拠能力の有無が議論されていたこともあった。こうした問題に対し、改ざんを防ぐための機能を取り入れている機種も、 登場した。しかしその後、ドライブレコーダーの画質が向上し、GPS 衛星による日時や移動経度情報の取得、走行中の速度といった、詳細な内容が記録できる機種が広く出回るようになると、次第に偽造には高度な技術が必要となっていき、裁判の証拠や、時短による解決をスムーズに進めるための証拠として、有効なものとして扱われるようになっていった。なお、 ドライブレコーダーを製造販売する富士通店が2016年にウェブ上で行ったアンケート調査によればドライブレコーダーを装着していた車両で事故を経験したことがある200人のうちドライブレコーダーが何らかの形で事故処理に役立ったのは70.2%画角外の事故などによって役立たなかったのは29.8%という回答結果であったただし ドライブレコーダーを製造・販売するジャフメイトの見解では自社製品について記録した映像は裁判の証拠として効力を保証するものではないとしている。ドライブレコーダーは取り付け位置によっては運転手の視界を妨げるため車検に通らない可能性もある。日本では自動車検査審査事務規定の第37次改正8月25日付により ルームミラーの影やフロントウィンドウの上端から20%以内であればドライブレコーダーの取り付けは認められている。かつて製造していたメーカードライブレコーダーの映像は搭載車両が関連した事故の裁判で証拠として採用できるよう搭載されることが一般的である。しかし搭載車両が直接関連しない事件や事故の映像が偶然収められた時は ニュースなどで使用されることがある。2013年チェリャビンスク州の隕石落下や、京都議音系ワゴン車暴走事故などが著名な例である。ありがとうございます。